おはようございます。即可塾ジェネシス第4部第1日目ですね。2018年の10月11日、私も46歳になりました。ありがとうございます。で、メッセージもたくさんいただいたんですけども、それはまた別の機会にね、お礼を申し上げるとして、まあ今日から家族というものにフォーカスして、即可塾ジェネシスの第4部をお届けしたいと思うんですけども、まずはですね、お父さんの立場から申し上げたいと思います。家族の基盤を構成するものは、 愛情でもね、えー、気持ちでもあるんですけども実はお金に対することがすごく多くてですね家庭運営の9割はお金に依存してるんですよねお金がなければ愛情も表現できませんし誕生日にプレゼントも送れません結局何もできなくって十分愛情が伝わらずに終わっていくってこともありますで、えー、経済的な余裕がないとなんでね 愛すすら冷めるのかと言いますと、いまお金がなくて一生懸命共働きをしたりもう家族がすれ違いとかっていうのをやっていくと子供が置き去りになってしまったりとか子供は何なんとかね、えー、耐えていったにしても料金が払えなくなるとか将来に不安があるっていう状態で毎日暮らすことのその苦痛っていうのはないんですよね。で今日はお父さんの立場から申し上げますけどもやっぱり未だにですね、家計の収入の大半を支えているのは、まあ、一家のもう男手というかねお父さんだと思うんですけども。お父さんが あの家庭にですね、まあ、例えば稼ぎが、自分の稼ぎが悪いことを恥ずかしいと思ったりとか、ですねそういう気持ちは、まあ、なくはないと思うんですけども、それに対して申し訳なさを過度に感じない方がいいかなと思うんですよ、過度に感じすぎるとどういうことになるかっていうと、給料が下がったとき、まあ、給料が、ね、下がることは多いと思うんですけども、給料が下がったときに、消費者金融からお金を借りてきて、家計に当てるみたいなことを始めちゃうんですよね。 だから収入が苦しいときはこの収入っいうのは自分個人のものではなくて家族のものなんだという意識でやっていったほうがいいのかなと思いますよ。ですからお金がかかることに対してまあお父さんはね動くことは動くのが主だと思いますけどもお金が出るにしても入るにしてもやっぱり家計ってものを家族で考えていくっていうことかなとお子さんが中学生ぐらいになってお小遣いに対して意識をし始めたときもうちの家計はこれでねとそのうちの何パーセントがお小遣いとして当てられるから。ら 世帯の収入が下がったらお前のお骨がいも下がるんだよと。 年齢が上がればお小遣いが増えるってもんではないんだよってことを教えていくことでえお子さんもですね小さいうちからお金がないとどういう目に遭うのかお金があるとどういうふうな影響を受けれるのかってことの教育ができていくんですよ、まあ、それは主にはあの父親の仕事なんじゃないかなと思いますし奥さんが家計のね家計簿をまたつけてればまた別なんですけども家計簿をつけてる方ってあんまりいないんじゃないかなと私は思うんですよね。私は会会会社のの経営上家計計計簿ではなくてて企、えー、企業業をしてるんですけども企業会計の 規模っていうのはやっぱりね数百万から数千万人毎月及ぶわけなんですよね、まあ、そうなるとその金額を扱ってる私が家計を扱った方がいいんじゃないかなっていう風にね考えているところもありますしやっぱりこうお金を扱える範囲っていうのはみんなそれぞれ違っていて。万万毎月毎月月を 入金して支払いするという30万のサイクルに頼る人もいれば100万のサイクルまで管理できる人もいたり1000万を扱える人もいるわけなんですよねでも基本的には自分が今まで稼いだお金がマックスで月に50万だったら50万以上はまだ未知の領域なわけなんですよでお金を扱う教育っていうのはないですから学習していかなければなりませんお金に対してどういう風うな思いを持っていくのかとかねお金がなければどんな目に合うのかそしてお金があったらどんなあ道が開けていくのかってこと とももみでででなんですけどもでお父さんがあのお金がないことを家族に言えずに苦しい思いをしてねも果ては自殺をしてしまうっいう例もあったりするわけなんですよで会社をリストラされて家族に言えずにで会社に行ったふりをするみたいなねこれはどうしてそういうことが起きるかって言ったら家族との信頼関係ができていないと。 もうちょっとはっきり言ったらお父さんを迎え入れるような家庭を作れていないってことなんではないかなと思いますもちろんあの誰かに一方的に責任があるってことではなくてですねもしかしたらお父さんこういうふうに考えてるんじゃないかしらって考えるお母さんとかお子さんがいらっしゃるといいんじゃないかなとお父さんも真っ先に相談するのは会社の上司でもなくて友達でもなくて家族ということになるんじゃないかなと思いますまあ今日はお父さん目線で、ね、お話を申し上げましたけどもかなりお父さんはあの社会でですね 厳ししいいいいい思いををててるるととの汗をかいているとで家族では王様のように迎えられたいんですよねもちろん選ぶったりとかすることはないと思うし暴力をすることもないと思うんですけども必死で帰ってきた家庭すら安息の地でないとしたらそれは安息の地をですね、まあ、キャバクラに求めたりするわけなんですよね、まあ、そういうところを考えていくと、まあ、私は当然ですね <laughs> あのそういうことにはなってないんですけども大きく皆さんからのね えー、お悩み相談を聞いていたりするこの5年間6年間で、えー、お父さんからの立場で言うと家族との関係ができていないとかね自分はお昼飯もお昼代も300円ぐらいでやってるのになぜかお金が貯まらないと自分で使いたいお金がもう本当我慢して切り詰めて家計に達してるんだけども。 どんどん吸い込まれていってなくなってしまうとかね。それで何に使ってるのかよくわかんないみたいなところで不信感が広がるとか、そういうことにもなっていきますんでね。えー、まあ、お金のことっていうのは、最近の女性もね、あの大きなお金を扱うようになってきてますけども、もし女性がトンボ働きで、 かあの家計にも影響力を持ってるとしたらやっぱり、えー、パートナーのねお金を稼ぐ大変さとかお金の使えない大変さもあると思うんで自分はこれだけ我慢してるんだからっていうふうにお互いに主張するんではなくて相手に対して大変な思いをしてるなっていう理解を示すのが大事かなと思いましてねさそれではですね、えー、家族の第一日目はお父さんということで、えー、お父さんのねあの40代50代とかもしかしたら60代ぐらいの家庭を抱えて。 え振り返ったら自分の人生は何だったんだろうみたいなねそんなことにならないようにと思ってお父さんへのメッセージをお送りしましたけどもさあそれでは次の話題は FX になっていきます FX はですね夕べかなり大きく値を下げたんですよねちょっと不気味なことがありますけども、えー、これが何なのかなと分かるまでは私はエントリーする計画を立てませんどうしてこういうふうに大きく下げたのかヘッドショルダーの後の下落が実は今日まで続いていたのかそれとも そうではなくて別の要素で下がったのか、これはまだ分かりませんのでね、これから振り返って、どうしてそうなったのかってことを見ていかなければなりません。ここで慌てて、まあ、大きく下げたからそろそろ上がるだろうみたいなことでエントリーする人は実はすごく多いんですよね。もしくは下落が大きく起きたんで、もっと下がるだろうっていうふうに根拠がなくって、単なる思い込みでやってしまうんですよね。そ、まあ、それれは確実仮にそれが 結果的に儲かったとしても全く意味のない次に繋がらない利益になってきますのでちょっとね残念なことにならないように気をつけないといけないかなと思います。さあそして例のやつですよね例のやつに関しましても即可塾ジェネス第4部でも全く同じです。10月の27日、もしくは25日、多くの方は25日にも入金が始まると思います。ID の ナンバーを送っていただければ私診断しますので、どのようにやったら25日のボーナスが入るかってことこを明確にお伝えできていると思うんですよ、まあ、びっくりされている方もいますよね、いつの間にかボーナスが25日に入っていると、なんでかというと、やっぱりねあの私が準備した面もありますけども、も ID を取ったご本人さんが私の言うことを聞いて、ちゃんとその通りにやったらそうなるわけなんですよね、で大した手間がかからないと思うんですよ、これで、まあ、いわゆる、ね、言葉は私好きではないんですけども、不労所得の出来上がりです。25日の 入金っていうのは、全くのフォロー所得だと思います。二十七日っていうのは、一ヶ月に二十秒から三十秒ぐらいの作業はあると思うんですけどね。<laughs> それにしても、ずいぶん家計が楽になったと思います。まずは、この例のやつに参加して。 お金が自動的に増える仕組みっていうのをまず一つ手に入れてみてください。それから投資活動を増えた部分でやれば、リスクを最大限まで削除できると思います。さあ、その他暗号通貨ニュースですけども、暗号通貨ニュースはもう搭載しましたんで、あと読んでいただければと思います。えー、っとね、リップルの XRP に関しましても、 続々と新しいニュースをお届けしてますので、そちらの方をご確認ください。今ね、メッセージを非常にたくさんいただいて、ハッピーバースデーおめでとうというのがね、えー、コメントのたんびにあるんですけども、すいません、一人一人追えなくって、今日は返信もできないと思いますんで、ご容赦ください。でも、皆さんのメッセージ読ませていただいて、えー、お名前とですね、お言葉の方、胸に刻ましていただきます。 さあ次はですね、即、え、可、ー、塾ジェネシスの第4部、新しいサイトができましたんで、そちらの方をご参照いただきたいんですけども、掲、え、示、ー、の書というところがあります、掲示の書というところがまずは、これが即可塾ニュースになっています、で暗号通貨のニュースもおー、まあ、セクションとしてありますね、でドル円というものが3つ目にあって、4つ目が例のやつです、リスク管理は、先ほど私がお父さんの立場からということを申し上げましたけども、リスク管理の方に関しましては、まずは初日目は、えー、娘さんをお持ちの、 ご家庭の方に対してのメッセージになってますうん非常にこれからね女性の数がすごく減ると おっと2年後には2人に1人が50歳以上というねそういった女性像のバランスができてますけども要するに出産可能年齢が極端に減るってことなんですよそういう意味でもやっぱりねあの女の子の力あ大事にしていかないといけないなと思いますし、まあ、だからといって男の子を、ね、粗末にしろってわけじゃないですからねもうこういうことを言うとすぐにね男女差別とかね全然理解してないとか言われるんですけども,もうどうすりゃいいんだろうなと何を言うのも怒られそうでね怖いんですけどもでオフ会の情報ですよねオフ会は現在 えー、11月3日に柴又府会が決まっております、これは締め切ってしまいました、11月16日は神奈川県の海老名で、えー、ある予定です。 まだちょっと分かんないですけどもね、多分そのまま決まると思います。11月17日は静岡県富士市のオフ会になっております。コンサート付きです。で、12月1日は福岡のオフ会がありまして、その前後に熊本オフ会と長崎オフ会を入れていこうかと思うんですけども、まだ日程決まってませんのですいません、えー。調整させてください。奥さん元気です。<laughs> で、えー、まあ、いつものアーカイブもあります。速塾ジェネシスのの第第部部から第3部までの コンテンツはしっかりとここに積み込まれていますんで見逃すことはないと思いますただし見るのに1年かかりますで得点1外食しながら稼げるサイトもプレゼントしていますし得点2マスターマインド TV というすごく視聴者数の多かった私の生放送ライブ1回のライブがだいたい90分から120分ありますけども、まあ、かなりねこれが精神を鍛えるのに <laughs>。 都合がいいということで、えー、今回も得点でつけさせていただいております得点3は速化塾ファイナルまあ現在私がね、えー、販売した速化塾ビジネス系の中では最もおまあ内容が 詰まっていいるというもものですけども本当にこれでビジネスを教えるのは最後ですよみたいな、まあ、ここからね成功者が結構生まれてたりするんですけども、えー、それが特典4ですよね特典4は私がうんと一番最初にアフィリエイトに取り組んで、えー、35日で全くの素人から80万円の現金を生み出した方法を中心にお届けしておりますまあこれから始めると成功する可能性が高いんじゃないかなと思いますまあその他ですね即可塾ビジネス第4部ではアフィリエイトの特別講義を やっぱり、ね、1週間とか1ヶ月かちょっと期間を設けて。 興味がある方対象にやっていこうかと思うんですよ。もちろん追加料金はありませんので、そこから塾に参加してくださってる方はあのいつでもこの講義をね、動画で受けることができます。私もはばかりながらアフィリエーターとしてはトップ10に、えー、2年ほどね、えー、ずっと在任してたんで、まあ、そこそこのことはお伝えできるんじゃないかなと思います。で、不正について私はすごくね、あの嫌悪感を持ってるんですよ。アフィリエーターのほとんどが不正をやってますあの。これはね、本当に悲しい事実です。不正がばれないようにいたちごっこをしているのが ASP と、 アフィリエーターの関係なんですけども、まともにやってるアフィリエーターって何をやってるかって言ったら ASP の担当者とやっぱり打ち合わせをよくしますねで ASP 会社の方に訪問したり電話をしたりってことを密にやって本当の外注みたいにアフィリエーターをやってます自分の作ったサイトと集客方法はよろしいでしょうかってことで承認を得た上で堂々とやってるわけなんですよまあそうやるとやっぱりそのどのアフィリエーターさんはどんな方法だよとかっていうのでね 分かってもらいいやすいんで特別案件が来たりとか、シークレット案件が来たりとか、報酬が上がったりとかするんで、やっぱり取引先っていう感覚でね、SP さんも見ていかないといけないですし、報酬が高いからやるというよりも、会社がなんでですね、この広告を扱ってるのかってことに共感して、その共感とともに行動していくってことが大事かなと思います。で、ひ、まあ、一言で言ったら、利用規約をしっかり読めってことなんですよ。アフィエーターのほとんどが利用規約なんて読んでませんからね。そそれはひどいいもんですようんまあ、そういう,ふうな 私の思い込みも半分入ってますけどもしっかりとやってきた結果あのやっぱりねトップ100位にも入れない人は、うん、ちゃんとやってないっていう方が多いです利用規約ってのは毎月毎月書き換えられると思って月賞とか月末には読み返すのがいいかなと思いますこういうこともお伝えしていこうと思いますよね、えー、その他盛りだくさんでお届けしております速歌塾のゼェニス第4部テーマは家族です、えー、そして、えー、全ての1年の年 経済的、時間的、能力的な結果がこの10月から12月に積み取れるようになると思います。私も決済しなければならない暗号通貨が12月にありますんでね、皆さんと一緒にその育成を見守っていこうかなというところですよね。私たちの資産はしっかりと増えるんでしょうか、それともなくなってしまうんでしょうか。ワクワクでございます。えー、そうですね。以上で、今日の第1回目の放送は終わろうと思います。それでは、失礼します。